フィッシャー P-75P-75 フィッシャーボディ部門 P-75 はアメリカ合衆国の自動車メーカーのゼネラルモータースのフィッシャーボディ部門がアメリカ陸軍航空軍向けに開発した戦闘機である。相性はイーグル。初飛行は1943年11月17日。試作機と量産機合わせて12機生産されただけで開発は中止になった。 1942年にアメリカ陸軍航空軍から要求のあった大型爆撃機の護衛機として開発が開始された。既存の航空機の部品をできる限り活用した機体の中央部にアリソン V-3420WV 型エンジンを搭載し機種の二重反転式プロペラで飛ばすという意欲策だった。エンジンは大きかったために胴体中央部の配置となり、 延長軸で機種のプロペラを回している。機種は細く絞り込まれている。液霊エンジンであり、ラジエーターは機体下部に設置されていた。原型 XP-75 は、P-40 の外翼、SBD の尾翼、カ回 4U の足などを利用していたが、量産型 P-75A では、翼や尾翼は再設計されている。 1943年11月17日に初飛行した。しかし、エンジンの冷却不足や延長軸の振動問題や機体重心位置の異常などトラブルが続出した上に、性能もかんばしくなかったため、試作機と量産機合わせて12機生産されただけで、開発は中止になった。P-75A に搭載された V-3420 と、 プロペラシャフト1942年10月、アメリカ陸軍と GM のフィッシャーボディ部門の間で2機の高速戦闘機を試作する契約がサインされ、開発がスタートした。機体設計における基本コンセプトとして、既存機種のパーツを効果的に流用することに重点が置かれた。すでに大量を生産された部品を効率的に使うことで、機体の価格をできる限り抑えようとしたのがその、 目的である。設計の初期段階で、主な部分だけでも、カーチス P-40 戦闘機の外翼、ダグラス SBD 爆撃機の尾翼部分、そして、チャンスボートカイオ 4U 戦闘機の主脚を利用している。ただし、外翼の部品に関しては、P-51 戦闘機のものに変更されている。また、大割り機と絞り込まれた流線型の機種を両立するため、 P-40 などの量産機に搭載されていた水冷エンジン V-1710 を横に2機、結合した V-3420 エンジンを発動機として同単位中央部に搭載し、そこから延長されたシャフトで二重反転プロペラを回転させるという意欲的な方式が採用された。この構造を採用した結果、カタログスペックは、 エンジン最高出力 2885PS、武装は、ブローニング 12.7mm 機関銃を、胴体、主翼合わせて10門という他方もない銃戦闘機となった。これは、機関銃の搭載数だけで比較すれば、当時最新鋭の爆撃機として開発が進められていた、ボーイング B-29 爆撃機のそれに、匹敵する数値であった。ありがとうございます。